クマツラクマツズラは、クマツズラかツズラ族の多年層。鳩がこの草を好むことから、ピジョングラス、ピジョンミートという呼び名も持つ。高さは50から80センチメートル。茎の断面は四角く、上部で枝分かれする。葉はう上に3から5列する。花器は6から9月で、淡辺に紫色の花を咲かせる。種子及び横に伸びる、地下茎で繁殖する。ヨーロッパ。 中国、日本全土に分布し、荒れ地や道端に生える。北米に帰化している。葉は、バベンソ草という木薬として、通径、黄断や下痢の薬として利用され、ヨーロッパでも、ハーブとして用いられる。日本でも古くから用いられており、和名将に、ひさすと塗料として登場する。古代ローマでは、祭礼に用いるなど、聖なる草とされた。バーベナには、 祭壇を飾る草という意味もある。また、古代ドルイド像は、清めの水、占い、予言などに用いたという。他にも魔力があり、魔除けの草として、ヨーロッパの古い文献などにその名が出てくるなど、宗教、呪術に結びつく内容が多く存在する。ありがとうございます。